国内統一見えてきたな。国内統一ならただの過程に過ぎぬ。我が真の野望は北斗神拳抹消。何？この国には救世主伝説がある。海を渡り北斗神拳を操る救世主が訪れる。あなたはもしその伝説にすら挑もうというのか？そう、北斗神拳を操り海を渡りうる者、すなわちラオウ。待てかよ、まとまりつつある国はどうなる？破滅の道へと誘う気か？今日北斗竜拳とは神をも喰らう剣。これはラオウを喰らい、この世を完全に沈黙させる。そして新世紀の創造主となる。北斗竜拳の流星を見届けよ。このまま海王が覇権を握ればこの国は地獄と化す。海王の独裁を許すな。立ち上がれ、武器を取れ。そう見えよ。我が北斗竜拳こそがこの世の覇権。愚かな、命を無駄にする気か？これぞこの世の覇権。
つけぬ。ついにお前も魔界に入った。けれどあんな化け物に勝てっかよ。北斗龍拳こそがこの世の覇権。誰にも我が覇権は尽きぬ。愚かな、命を無駄にする気か。届けるがよい。申し上げます。玄徳高賢の悪くなる者が敵に加勢。玄徳高賢とは天帝を守護する剣。ついに俺の血は天帝をも呼び寄せたか。海王、敵の増援になぜそこまで喜ぶ。北斗龍拳こそがこの世の覇権。北斗龍拳の隆盛を見届けるがよい。
我が北斗龍拳こそがこの世の覇権。誰にも我が覇行はつけぬ。一番近いのは我が兄海王だが、お前は海王にはたどり着けぬ。招かれざる侵入者よ、我が剣の前に倒れるがいい。天帝の使者よ、貴様の命一度預けおこう。天帝に伝えよ、北斗神拳は俺が抹消する。そして俺と天帝のことが新しき歴史を作るのだ。貴様はラオウに必ず倒される。天帝にもそう伝えよう。なぜ天帝の力を欲す？兵糧、俺もこの国も血を流しすぎた。天帝の血はこの国と俺に新たなる生を与えてくれよ。血で血を洗い、また血を欲す。海王はそうしてその傷から失われた血を取り戻そうとしている。だが海王よ、もう気づいているはずだ。血では傷は癒えぬ。また新たな傷を増やすのみだと。あなたの心は歪んでしまっているのだ。増え続けるその無数の傷の痛みゆえに。だがもはや誰も奴を止められまい。もう血を流させたくない。この国にも海王にも。ならばどうする？海王に挑むか。それでは何も変わらぬ。俺は海王と共に戦い続ける。たとえこの先海王が魔に狂い果てようとも、いつかまた海王の心が見えると信じて。甘いな。その情ゆえ地獄を歩むことになるぞ。だが俺も付き合おう。それもまた良い。